コロナ後初のイベントとして、魚の駅さんも私たちも、今日の日を本当に心待ちしておりました。お客様の方も、心待ちにしてたと思います。今日は SCK さんと、コラボして皆さんに短い間ですけども楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではトップバッター SCK ガールズからスタートしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。SCK ガールズミッション開始します。
高いだね。改めまして皆さんこんにちは。私たち産地直送気仙沼少女隊、略して SCK ガールズです。まずはメンバー自己紹介からいきたいと思います。お久しぶりです。皆さんこんにちは。にっこり笑顔のちょっぴりおバカな SCK のお手間娘まゆです。よろしくお願いします。はい、はい、はるか遠くからみんなのことを笑顔にしに来ました、ステフィーです。よろしくお願いします。ステフィー。はい、もう小さくないけれど大きな笑顔そのままに、みさきです。よろしくお願いします。はい、シャイでクールなくる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 みんです。よろしくお願いします。くるみん。はい、ゆったりのミニマイペース SCK ガールズのさきです。よろしくお願いします。はい、SCK のアイドル博士に上がって、上がって、帰った。はい、SCK のなんだっけアイドル博士ネガティブ人間のゆっくりです。よろしくお願いします。はい、SCK ガールズのやすけなっちゃんことなつきです。よろしくお願いします。はい、そして私が SCK ガールズのプリンセス破天荒マリカです。よろしくお願いします。マリカ、ありがとうございます。自己紹介狙ったかのようにゾゾゾゾゾって嫌われてるから自己紹介なのに狙った感じになっちゃったけど嫌われちゃった。ありがとうございます。はい、 SCK ガールズは宮城県気仙沼町拠点に皆さんに元気と笑顔を届ける活動をしています。はい、はい、ということでですね、皆様大変お久しぶりでございます。久しぶりです。久しぶりです。久しぶり。元気でしたか。元気でしたか。今年の、まあ今年に入ってね、あの新型コロナウイルスの影響で、はい、なかなかライブができず、ライブができたと言っても、ね、配信8月と、そうですね、配信のライブのみで、はい、皆さんとこうやって面と向かってイベントでお会いするのはすごく久しぶりなんですけれども、はい、まあ、なんて言うんですか、ウィズコロナ時代ということで、うん、まあ、なんかいろんなね、コロナの現状とも向き合いつつ、はい、私たちが今できる活動ということで、徐々に徐々にライブの方も増やしていきたいなと思っておりますし、はい、またその増やしていくのもね、あなたが増やしていくんじゃなくて、この時代に沿って新しい生活様式に沿った、はい、あの皆さんで安心して楽しめるようなイベントで、あの皆さんと一緒に楽しめたらなと思っております。はい、ちょっとね、お互い我慢することとかもあるかもしれないんですけれども、はい、でもその我慢の中でみんなで精一杯楽しめることをみんなと一緒にやっていけたらなと思っております。はい、今日は一部二部よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲聴いてください。ジャンプイット。誰にでも